エリオット・タイロン・ウォーラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1975年、MLB ドラフト33巡目で、サンフランシスコジャイアンツからで指名されるが、これを辞退して、サンディエゴシティカレッジに進学。1977年、MLB ドラフト4巡目で、セントルイス・カージナルスからで指名され、プロ入り。 1980年のシーズン終了後、ブルース・スーターとの3対1のトレードで交換相手の一人としてシカゴ・カブスへ移籍。1983年にはシカゴ・ホワイトソックスへ移籍するがシーズンのすべてをマイナーで過ごす。1984年にはヒューストン・アストロズと契約するが3年間をマイナーで過ごす。1987年には5年ぶりに メジャー昇格し、11試合に出場した。シーズン終了後に、現役引退。1988年から、サンディエゴパドレスのルーキー級でコーチを始め、2006年まで19年間パドレスの球団内でコーチをしていた。2007年にオークランドアスレチックスへ移り、2015年まで一類コーチや、ベンチコーチを歴任した。兄のレジン・ウォーラーも元メジャーリーガーであり、 スカウトを経て、パドレスの GM 補佐をしていた、弟のケビン・ウォーラーとおいのゲリックとダリックも野球選手だったが、マイナーで現役生活を終えた。ありがとうございます。